はい、おはようございます、フィナーのフィールドスタッフである伊予部健です、今回はですね、徳島県の旧吉野川に、来てます、今回メインにしたいのはこの、まあ、新作、最新作ですね、フットボールのガード付き、攻めのフットボールということで僕が開発した、シューティングボール、これをメインに、まあ、使い方とか、実況を兼ねて、撮影していきたいなと思います。まあまあとりあえずね、レンタルボートを使って、1日今日旧吉野川をボートで攻めていきたいと思うんですが、ちょっと台風の影響なのか、濁りが少し目立ちます、どんな結果になるか分かんないんですけど、水が少しでもいいような場所とか、流れを意識して、ゲーム展開していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、とりあえずね、中流域に行きました。で、まあ、精度が形成されている部分をとりあえずシューティングボールの4分の1で、まあ、ナチュラルドリフトしながら釣っていこうかなと思います。とりあえずこうやってね、カバーに絡めた、流れの当たってるようなこうゴミの周りとかブッシュ際とか、ちょこちょこっとした、まあ、ライトカバーぐらいだったらもう本当平気でね、打っていける、フットボールジゲットになってます。だからあんまりこう、なんだろう、躊躇せずにガンガン打っていってもらえればいいかなって。あんまりね、ヘビーカバーに入れすぎるとやっぱりヘッドの形状的にはこうやっぱ引っかかりやすい形状はしてるんだけど、そんなにこう恐れずにもうガンガンいっちゃっても構わないですね。割とこうライトぐらいのカバーっていうか、まあ、カバー際とかちょいカバーとかだったらもう全然乗り越えてきちゃうんで、うん。まあ、でなんでフットボールにガードをつけたかっていうと、やっぱりフットボールのアクションをやっぱりカバー周りでも出したいっていう、まあ、僕の意図があって、どうしてもそのスイミング姿勢とかボトムのバンピング姿勢とかっていうのを見ると、アーキータイプよりはフットボールタイプの方が安定してるんですよね。動き的にもスイミングの姿勢もそうだし、ボトムバンプの姿勢もそうなんだけど、それだけ安定してるから、フットボールで攻めていきたいっていう、うん、狙いがあります。インデッドガルな。なんでだろうな、このリール。あ、わかった。もしかするとあれかもな、送られてきたばっかだで、これが全部やっぱり OK なはずやろ。マジで何こんなの、なしやわなマジで、しかもバフやあいー
スーパーいいぞこれ。この辺からこのままこう同期に投げたんだよ。同期に投げたんだよ。これでここでバックラッシュして不思議なもんだな。でこのまま流してって、うん。このまま流してって流してって、これ食った？食ったよ。よっしゃ、よっしゃ、グッサイ。おーい、シューティングボール。食ったね、シューティングボール。何発取れていいけどね。多分ポストスポーニスポーニングのこう回復系のやつがこう多分流れの当たるような場所のまあベートを食ってんだろうな。やっぱりこれで徐々に徐々に回復しながら餌を食べながら回復していくんだろうな。あー抜けたか。あ、ついてる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 。でっかいでっかいでっかいバラスだ。でっかいバラスだ。なんだこれ、バスじゃない。うわ、シーバスだ。マジでマジでこれ、シーバスが自分に釣れるの。マジかよ。うわ、でっかいぞこのシーバス。自信低く、初めて釣ったとジグで釣りますなんて。ああ、おいすごいの釣っちゃったよ。何これ、あり、すごいな、シューティングボール。バスだけじゃなくてシーバスまで釣れちゃったよ。ね、45アップシューティングボール、うわ、丸飛び、攻めのフットボール。よし、うん、こういうね、インレッド、まあ、実際インレッドで食ってんだけど、あのインレッドに絡んだブッシュとか、あと今これ釣ったところみたいに、インレッドのところにこうリップラップがね混ざってんだけど、そういうところもさ、やっぱり普通の太もも投げるとやっぱ引っかかりやすい、あのヘッド形状とか、まあ、フックがむき出しだからね、針がかかるとかっていろいろあるんだけど、まあ、このシューティングボールだったらガードがついてるから、もうちょっとしたカバーとかね、あのリップラップとかだったらすごいノーマルの普通の市場に出てる太もも使うよりはこういうガードがついてる方が攻めれる。うん、いやー出たよシューティングボール。はい、シューティングボールの、4分の1オンスね、はい、これでちょっとガン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 攻めて、流れに乗せながらこうドリフトさせて、ちょっと釣っていこうかなと思います。はい、とりあえず45アップ。はい、シューティングボールなんですけど、今回はこのブラシガードの、調整の仕方について、紹介したいと思います。こういう形で、まあ、割とねこう長めのガードがセットされてます。もうこれなんでかっていうと、まあ短い分だと伸ばせれないけど、長い分だと、そのフィールドとかその打つべきストラクチャーによって調整できるっていうところから、まあ最初長めにセットしてあるんですけど、僕の場合ね、もうこのまま
使うことはなくて、自分でこう調整しながら使うんですけど、まあ、そこで、まあ、ガードをカットするんですけど、まあ、ゴミが飛ばないようにとりあえずこういうケースを置いて、で僕の場合はこのねフックのこのベンド部のところにこう合わせて切ります、こういう形ですよね。大体これぐらいのポジションから、切っていきます。これによるとやっぱ短くなる分反発力も強いんで、さっきの最初の状態よりは割とこうカバーに強い、ブラシガードの、設定になります。で僕の場合これでもうセットするんですけど、引っかかるものが特にない場合はこれを少し減らしたい、むしろこのブラシを減らして、魚が食った時だけのフッキング性能だけを重視したいって時は、これをまた 半分ぐらいこうカットするんですけど、ここで一つ注意点としては、これをいらないからといって抜かないようにお願いしたいです。これを全部抜いちゃうと、この接着部分のこの部分の、まあ、ガードの本数が減ることによって、残りのこの残されたこの部分もスポッと抜けちゃって、ガードがなくなっちゃう場合があります。なので、まあ、エリアによってガードがこんなにいらないよって時は、この根元で、こういう状態でこう切る、ようにしてください。まあ、そうすることによって根元だけはこう残るので、まあ、このブラシごと一気にスポッと抜けるトラブルっていうのはなくなります。